ようこそゲーム生物図鑑へ、ガイドのペイです。はい、久しぶりに今日は実写動画です。まあ、実写動画ということはね、まあ大体グッズ紹介なんですけど、ついにですね、9月末に発売される予定だったピクミンの新商品がうちに届きましたので、ちょっとね、皆さんと一緒に見ていけたらいいかなと思っております。では行ってみましょう。じゃあ、そうです、前回動画でもご紹介したピクミン食べられるグミのまさかのリニューアルバージョンが発売されましたので、今回ご紹介していきましょう。いや、このね、ピクミン食べられるグミが発売されるっていうタイミングでは、必ずねピクミンファンに嬉しい新作のニュースが舞い込んでくると。このピクミン食べられるグミの1個目、こいつたちが発売された頃には、ピクミンブルーム等がね発表されてましたね。で、今回なんと、まあ、このねリニューアルがされたということで、この発売日の近辺で、まあ、ピクミン4がね発表されましたね。ということでね、これはピクミンファンにとって幸せを届けてくれるお菓子なわけですよ。それでは早速見ていきますよ。はい、まずね、今回はね、前回のピクミングミを、1カートン、12個入り12ボックス買ってしまってですね、ものすごくね賞味期限までに食べたりだったりとか、知り合いに配ったりとかするのが大変だったんで、今回は反省してとりあえず3ボックス買ってみましたんで、なんだ、早速パッケージなんですけど、このパッケージとこのパッケージは前のパッケージとほとんど同じなんですよね。前のがこれなんでね。ただ新パッケージが1個増えていまして、これなんですよね。ほら見て、めちゃめちゃ可愛い新パッケージ。そして今回のリニューアルの目玉となってる、紫ピクミンが今回追加されましたね。前回紫ピクミンなしで、青、黄、赤、白だけだったんですけど、今回は紫も入ってます。で、紫はなんとアミノ酸入りっていうね、はい、そここだわりありますから。で、何が面白いかって、まずね、紫ピクミンって言われて一番味想像するのはブドウ味だと思うんですけど、すでに青ピクミンがブドウ味です。なので紫ピクミンはなんと巨峰味ということで登場しております。まあ、何が違うんでしょうかね。で、紫は別にレアっていうわけではなくて、レアは引き続き、酸っぱい味の白ピクミンだそうです。じゃあ開けていきましょう。あ、ちなみにここのパッケージの裏側も見えるかな、紫ピクミンが追加されてますね。力持ちだが足は遅い。うん、でも強いからね。はい、じゃあ、ものすごい甘い匂いしますね。いいですね。さあ、出てこい、ピクミン出てこい、ピクミン出てこい。はい、今回は、なんと白ピクミン入ってませんでした。やっぱ白ピクミンはね、封入率レアなんで入ってないこともあります。ただこのランダム見てもらって分かる通り、赤ピクミンも1匹ですよね。結構ランダム要素強くて、なんかほぼ黄色とかほぼ青みたいな時もたまにあります。で、今回の目玉である紫ちゃん、ちゃんと出てくれてますね。紫ちゃんかわいい。で、ちょっと紫と青の食べ比べをしてみましょう。ちなみにこれ葉っぱはマスカット味なんで、マスカットと巨峰の味なんですよね、これね。紫は食べよう。ね、まあ、このピクミンを食べるってこう気持ちのいい作業じゃないですけどね。うん、ブドウ、本当に美味しいブドウ味のグミって感じです。もう本当にブドウ、うん、ブドウ。で、次ね、青ピクミンいってみましょう。これね、公式サイトにね、原生生物の気持ちになってピクミンを食べようみたいなサイコパスな説明がされてるんですけど、ほんとサイコパスだなと思います。食べよう。
こっちがぶどう味ね、さっきの巨峰味。なんかね、巨峰味の方が濃いのかな。巨峰味の方がぶどうが濃いような気が気持ちしますけど、これわからんやろ。でほぼ一緒ですね。まあ、赤ピクミンはリンゴ味なんで全然違うし、黄ピクミンはオレンジ味なんで、だいぶ味の違い分かりますね。ちょっと白ピクミン探してみましょうか。出ました、出ました。今回次開けた袋で出て、次開けた袋には白ピクミンが3匹もなんと入ってましたね。レアのばらつきがすげえなって感じなんですけど、ちなみにちょっと話変わるけど、このね、アミーボもね、なんかピクミン4でアミーボ出してほしいですよね。そのタイミングではね、ぜひ紫と白も、まあ新ピクミンもいるかもしれんけどね、出していただけたら嬉しいなと思うよね。いや本当にこのピクミングミは本当に新作を我々に運んでくれる本当天使のようなお菓子ですから、まあ本当はね、欲を言うなら、何かおまけをねつけてもらえたら一番嬉しいっていうのは前から思ってたんだけど、このねスプラトゥーンのこのなんかステッカーとかね、スナック菓子についてるステッカーとか、まあこういうのね、ステッカーでも本当何でもいいんで、おまけ食玩とピクミンってやっぱ合うと思うんで、かなり何回も言ってますけど、でチョコエッグをマジで早く出せって思ってますけど、本当に合うと思うんで、ぜひピクミン4の時発売近辺ではもっといろんなグッズが出ることをね願っておりますね。まあと言いますことで、まあちょっとねさっき食べれなかったんで、白ピクミンの方ね食べていきましょうね。久々にね食うんでね、でこれ酸っぱいって言われてますけど結構好きなんですよねこの味。ちなみに白ピクミンは鼻の部分がストロベリー味で、本体がレモン味です。じゃあね白ピクミン食べちゃおう。いただきます。うん、酸っぱ、やっぱ酸っぱ、まあでも好きやけどこの味。うんうん、やっぱ白ピクミンもおい、はい、どうもマケラジオです。絶賛、スプラトゥーンのフェスで大忙しなペイさんですけど、ピクミン動画の方もね着々と作っていきたいと思いますので、もう少々ね本編動画をお待ちください。どうでしょうか皆さん、ピクミングミ変えましたかね、変えましょうかね。いや、まあ本当変わったところといえばパッケージとか、まあ紫ピクミンが追加されましたっていう感じなんで、まあおまけがついてないからなんとも難しいところもあると思うんですが、まあこういう商品がね売れてくれればまた新しいグッズも出るでしょうし、まあ、ピクミン4の時はねもっといろんなもん出るんじゃないかなと本当に思ってるんでね、気合相当入れてくるはずですよね。もうマイニンテンドーストアの方にもねオリジナルの商品とか出てますからね。まあ一般発売の、食玩とかぬいぐるみとか、まあ昔出てたようなねトレーディングのフィギュアとか出たらめちゃくちゃいいですよね。そういう日を夢見て、生きていこうかなと思います。まあでも本当にピクミングミが出る頃には、出る時のタイミングでは新しいピクミンが発表されるというね、幸せを呼ぶお菓子なんて堪能したいなと思います。それではまたね。